テソニックブーム設計概念実証プロジェクトは日本の宇宙航空研究開発機構航空技術部門が進めている研究計画。S3TD の模型 JAXA は次世代超音速機技術の研究開発に続き2006年より静粛超音速機技術の研究開発としてハネウェル海125によるジェット推進の静粛超音速研究機による先端 高単低ブーム設計技術と他分野統合最適設計技術の実証試験の準備をしていたが2009年度に S3TD 計画が凍結されそこから先端高単低ブーム設計コンセプトの実証試験部分を引き継いだのが D センドプロジェクトである D センドプロジェクトは超音速飛行時に生じるソニックブームを低減できる 機体形状の研究を目的としたもので、高度20から3 0トルまで上昇した大型製装剣気球から実験機を投下し、軽流気球及び地上から飛行中に生じるソニックブームを計測する。2016年現在までに2種類の形状を持つ落下境主体を落下させて発生するソニックブームを比較計測する第一フェーズ試験と、 低ソニックブーム化技術に基づき設計された無人超音速試験機を飛行させる第2フェーズ試験が行われている。試験はいずれもスウェーデン宇宙公社の協力のもとにスウェーデンの S レンジ実験場で実施されている。また D-SEND-1 の実施に先駆けて D-SEND プロジェクトなどに使用される軽流気球を用いた空中ソニックブーム。 計測システム、ブーム計測システムの試験が2009年9月、2010年9月、2011年5月から6月の3回にわたってスウェーデン空軍の JAS39 グリペン戦闘機を用いて行われ計測システムを確立した超音速旅客機の模型最終的には将来の静かな超音速旅客機開発に D センドプロジェクトで得られたデータを活用することを目標の一つとしている。D センド1では通常のソニックブーム波形を生じさせる形状の NWM とソニックブームを低減させることを意図した形状の LBM の2種類の落下境主体が用いられた。NWM と LBM は双方ともに単純な軸対象体であり超音速での自由落下のみを行う。 初言は、NWM が全長5.6メートル、直径0.613メートル、重量約680キログラム。LBM が全長8.0メートル、直径0.613メートル、重量約610キログラム。試験は2回に分けて行われ、1回目試験は2011年5月7日に、2回目試験は同月16日に実施。 試験はいずれも成功を収め、LBM は NWM と比較してソニックブームが半減することが確認された。D1000-1 によって得られたソニックブームのデータは単純な軸対象体から発生したソニックブーム水産法の検証用データとして貴重なものとなっている。また D1000-1 で確立された気球落下試験時のソニックブーム計測方法は この種のものとしては、世界初のものとなった。s 3 c m 1ースケール模型 D 線度には3次元揚力体による、先端、後端の低ソニックブーム設計効果の実証、低ブーム波形取得技術の確立、低ブーム電波解析技術の検証などを目的としたもので、試験には、航空機形状の無人試験機である、超音速試験機が用いられる。 S3CM は、無動力の滑空機で、非軸対称低ブーム機種、多目的最適設計による低抵抗、低ブーム主翼、逆キャンパス平尾翼、ー力、ご同力面などといった弱者、JA、独自の低ソニックブーム設計概念を用いて設計された。また、機内には自律滑空を行うための、飛行制御コンピュータや各種センサが搭載されている。機体の製造は、 富士重工業宇都宮製作所で行われた。S3CM は2013年5月30日に宇都宮製作所で報道陣に公開され、滑空実験を2回行う旨が発表された。その後、2機の S3CM が S レンジ実験場に持ち込まれ、同年8月16日に1回目試験が行われた。しかし、気球から分離した62秒後、計測地点の 1> 約1 2キロメートル手前で機体がローリングとヨーイングを起こして姿勢制御不能に陥ったため、機体姿勢が回復した後に手順にのっとって投機コマンドが送信され、S3CM は計測地点の約 8km 手前に着地した。計測システムは正常に作動したものの、想定していた飛行状態のデータを取ることができず試験は失敗となった。 失敗の原因は、機体の運動性が求められるミッションだったために、飛行制御プログラムが安定余裕が少ないものにされていたことと、飛行制御プログラムに組み込まれていた機体の空力特性に実機との差異があったことだった。検証計画の見直しや、飛行制御プログラムの改修などを経て、2回目試験は2014年8月22日に、 行われる予定だったが、悪天候のために8月26日に試験中止となり2回目試験は行われなかった。これを受けて、試験計画の再検討が行われ、2015年6月29日から8月31日の間に3回目試験を行うことが予定された。3回目試験は7月24日に行われ、S3CM は正常に飛行完了させた。小型。 超音速旅客機の模型弱、JA、さは2015年10月27日に50人規模の小型超音速旅客機に適用した場合、ブーム強度 0.5PSF 以下でソニックブームをコンコルドの約1、4まで低減することに成功したとの計測データの詳細解析結果を発表した。2015年11月29日 TBS 系列夢の扉にて、 D センドのドキュメント番組が放送された。JAXA D センドプロジェクトチームプロジェクトマネージャーの吉田健次ら開発陣を売ったものである。ありがとうございます。